今年もハロウィンの時期がやってきました。ちょっと早いですが、お家で楽しめるハロウィンご飯を作りたいと思います。忙しい日々を送っていると、行事ごとは保育園任せに。もっとイベントを大切にしたいなと思って、今年こそは子供たちと楽しいひとときを過ごせるように、できる範囲で簡単でも楽しめるハロウィンパーティーを計画したいと思います。子育て中は何かと忙しくって、お買い物は基本的に最寄り駅周辺、ハロウィングッズも駅前のダイソーで買ってきました。コウモリのカチューシャ、ふわふわとしていてギョロギョロお目目がとってもキュート。子供が喜んでつけてくれそうだと思って買ってきました。こちらはハロウィンのパーティースタンド、こういうのもダイソーで売られてるんですね。組み立て方もとっても簡単で、想像以上に丈夫でクオリティが高い印象です。ハロウィンらしい焼き菓子を作ろうと思っていたら、こんな便利なものを発見。これなら子供が寝ている間にも作れそうなので、とっても助かります。さて、ハロウィンパーティーの準備を始めます。まずは焼き菓子作りから。かぼちゃマフィンミックス粉を2袋使います。こちらはダイソーさんとコッタさんのコラボ商品です。後で気づいたのですが、レシピを読み間違えて卵1個のところ2個も使ってしまいました。しっかりレシピを読んでから作らないとですね。牛乳を混ぜて溶かしバターを入れて、あとはこのミックス粉を混ぜるだけ。とっても簡単です。これなら忙しい人でもサクッとお菓子作りを楽しめそう。こちらのハロウィンのカップもダイソーさんで買ってきました。生地をカップに流し入れます。マフィンミックス粉1袋あたり3個作れると書いてあったので、6個作れるかなと思っていたら、想像よりもカップが大きくて3つしか作れませんでした。170度のオーブンで15分から20分焼いていきます。ちゃんと膨らむかな。今日のマフィンはハロウィンらしくモンスターに仕上げたいと思います。チョコペンでひたすら目玉を作ります。チョコを溶かすときはお湯の温度が高すぎると分離してしまうので、40度から50度のお湯につけて溶かします。チョコが固まるのを防ぐためにマグカップにお湯を入れて、口の部分を上にしておくと使いやすくてとっても便利です。夕食のパンにもチョコペンでデコレーションしていきたいと思います。いつも食べているパンでも、ちょっとデコレーションするだけで特別感が出てきます。卵は倍量になっちゃったけど、ちゃんとうまく焼けてよかった。私が小学生だった頃、パン屋さんで買ってもらった猫のパン、食べるのがもったいないくらい可愛くて、買ってもらえた時とても嬉しかった記憶が今でも残っています。売られているものも素敵だけど、自分で作った猫パンは世界に一つだけ。子供たちは喜んでくれるかなって考えると、とてもワクワクしてきます。
マフィンの粗熱が取れたらモンスターのお目目をつけていきます。たくさんつけるとモンスターらしくなります。かわいい。早まってしまいました。チョコは固まるまでしっかり乾かしましょう。10ヶ月の弟にはかぼちゃボールをご用意しております。さて、今日はパーティーなのでちょっとおしゃれなデパ地下風のかぼちゃのクリームチーズサラダを作ります。かぼちゃは電子レンジでチンして火を通し、滑らかになるまで潰します。マヨネーズ大さじ1と塩コショウを混ぜてクリームチーズとざっくり和えるだけ。かぼちゃの甘みとクリームチーズの酸味が相性抜群です。おかずにもちょっと面白さが欲しいので、ちくわときゅうりで作れる癒し系モンスターを作ります。お目目がまんまるで可愛い。今日のメインのおかずは息子が大好きなトマトソースハンバーグ。ボウルに牛豚合いびき肉を入れて、塩コショウを振って粘り気が出るまでこねたら、玉ねぎと牛乳で湿らせたパン粉を加えて混ぜ合わせます。4等分にして楕円形にします。フライパンに油をひいて表面に焼き目をつけていきます。焼き目がついたら、ケチャップとウスターソース、それぞれ大さじ3と水 100cc を加えて、約8分から10分、弱火で蒸し焼きにします。今日はハロウィンらしく、チーズでかぼちゃとゾンビを作ります。竹串を使うと楽ちんですよ。肉ダネに火が通ったら、バターを加えてソースがとろりとするまで中火で辛く煮詰めます。器に盛り付けてチーズを乗せたら、ハロウィンプレートの出来上がり。普段あまりこういうことをやらないので、ちょっと雑になっちゃったけど、喜んでくれるといいな。ヨーグルトにはブルーベリーソースを入れてクモの巣風に。丸を2つ描いて竹串で線を入れるだけで簡単に作れます。さあ、モンスターたちがラップにくるまれて息子の帰りを待っています。
いよいよハロウィンパーティーの開催です。息子は早速コウモリのカチューシャをつけてくれました。パーティースタンドに飾られたモンスターと猫ちゃんに興味津々。どれにしよう。あ、猫ちゃんを選んでくれました。やった。弟くんはまだ早いよね。息子はクッキー作りが大好きなので、かぼちゃとお化けのクッキー型をプレゼント。今度一緒に作ろうねとお約束しました。トマトソースハンバーグも美味しいってお墨付きをいただきました。キュウリとちくわのモンスターも気に入ってくれたみたい。マフィンはふわふわ、かぼちゃ感もしっかり出ていて美味しかったです。今年のハロウィンパーティー、簡単でも楽しく過ごせて大大大成功です。皆様も楽しいハロウィンをお過ごしください。それではまた。皆様の食卓に笑顔があふれますように。